この動画ではアダルトチルドレンのお悩みや機能不全家族に育ってしまったために間違った考え方の癖がなかなか抜けない方とか、今もどこへ問題を克服したいと考えている方のために、どういう考え方を持てばアダルトチルドレン克服や機能不全家族問題やどこへ問題の解消につながるかについてのヒントを語っている動画です。こんにちは、アダルトチルドレン克服カウンセリングの吉野亮太です。この動画をご覧いただきどうもありがとうございます。次ね、またいつお会いできるかわからないので、アダルトチルドレン克服とか機能不全家族とかね、どこへとか、このキーワードが気になって克服を真剣に考えておられる方は、今の間にチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただくことで、詳細誌とか新しいね、更新情報をいち早く手に入れることができるご案内もしてますので、必ず最後までご覧いただきたいと思ってます。今回はチャンネル視聴者さんから兄弟のことが許せないというご相談いただきましたので回答していきます。舞様という方からご相談いただきました。お便り読み上げさせていただきます。海外在住の主婦です。最近吉野先生のインスタなので自分がアダルトチルドレンではないかと思い始めましたと。私には妹がいて、高校生の時に拒食症から不登校になり、すでに20年以上が経ち、今でも実家にいて働きもせず親のお金で暮らしていますと。親が妹が一度自殺未遂をしたことから怖がってしまい、妹の機嫌を取り言いなりです。父は団塊の世代であり、子育てには関わらず、妹に言えないことの反動を私に八つ当たりしたり、父の期待に沿ったような進学、就職などをしてきました。母は父や妹の愚痴を私に言い、私はずっと母を守ろうという姿勢で生きてきました。妹は私が耳障りの悪い正論ばかりを言うので、私に暴言を吐いたり、酒を浴びるほど飲んでみんなに迷惑をかけています。それが嫌で私は就職してから家を出て、今は海外で生活をしていますということですね。しかし最近になり、自分がどれだけ親の期待に応え、妹の暴言に我慢して母のことを大切にしても、わがままを言う妹ばかりに無償の愛を与えているのが本当に納得いかないのです。どうして自分の方が両親の答えに鍛え親孝行してきたのに自分の方を向いてもらえないのかと。もう縁を切ってしまいたいのですが、今まで愛されたいという気持ちを原動力に生きてきていて、両親は私に妹の面倒をいずれ押し付けたいので、適度に私に優しくします。妹さえいなければ私がこんな思いをしなくて済んだのにとすら思います。このやりきれない気持ちを手放して自由になりたいと最近強く思い始め、ご相談させていただきました。よろしくお願いしますということですね。舞さん、ご相談いただきどうもありがとうございます。これ実はね、こういうご相談ってまあまあ多いんですね。まあ言い方は異なりさえすれど、例えば同じ環境で同じ両親に育てられたのに、自分はこういうふうに育ったが兄弟はこう育ったとか、もしくはお姉ちゃんやお兄ちゃんはすごく優秀な扱いを受けたのに、私はひどい扱いを受けた。同じ親なのに、だから自分が悪いのではないかとかね、うん、そういうご相談とかいうのは結構非常に多いんですね。で、この問題に関して一言で言うと、愛情の奪い合いが起こってるんですね。今回ご相談いただいたお姉ちゃんの舞さんと妹さんとは、愛の受け取り方、渡され方が実は違ってるということなんですね。そしてその答え方も当然異なるということなんですね。この辺詳しく解説していきながら、私だったらどう判断していくかについてお答えします。今回いただいたご相談は、まあ、自分は親の言う通り期待通りに生きようとしてきたのに、例えばお父さんの期待に応えて進学就職もしたし、進路も言いなりになったし、お母さんの愚痴の聞き役をしてなんとかお母さんを守ろうとしてきた。それに比べて妹は拒食症から引きこもってしまって、今ではお酒を飲んでしまう、まあ、いわゆるアルコール依存ぐらいの状態になってる可能性もありますね。さらに暴言も吐く状態 で縁を切りたいのに、なんか妹の方がなんか怯えながらも大事にされてるようにしか思えない。母にしてみても、あとはよろしく的なね、オーラを送ってくるので切るに切れないみたいな、そういうご相談ですよね。こういうね、どうしようもない状況だと感じておられて悩んでおられる気持ちがね、伝わってくるんですけれども、こういうご相談に対してね、私吉野だったらどう回答するのかなんですが、これね、ヒントっていうのはいただいたお便りの中に何度も出てくるんですね。実はこの方の本当の悩みは、表面上はね、妹をどうしたらいいのかとか、親の望み通りに妹の面倒を見なければならないのかとか、そういうことを質問形式で言われてるけど、そういうことではなく、この方の、まあ言ったら不満やるせないところというのは、親の望み通りに頑張ってきたのに、どうして私を一番に愛してくれないのかっていうところだと思うんですね。これはね、いわゆる愛の奪い合いの状態が妹さんとお姉ちゃんとの間で行われているということなんですね。で、頑張って期待通りに応えて褒められるような生き方を選んできたのに、なぜか自分が結果的に負けているような状態で腹が立っている。この怒りのやり場をどうすればいいのかということだと思っています。今回の回答は、実は舞さんにとってはとても厳しいものになるかと思います。ただ舞さんが今後こういう機能不全家族と言われる状況を、何とか克服して、そこを超えて幸せに生き
るためには避けて通れない大事な話だと思うので、ちょっと覚悟して聞いていただければと思っています。今回のね、舞さんのお悩みについては大きな問題がね、一つあるんですね。この大きな問題とは何なのかというと、愛されようとして言われる通りに頑張ったのに、結局言うことを守らずに壊れてしまった妹の方が愛されてるのではないかという怒りや悲しみなんですね。この問題が、舞さんの中で解決していないということですね。これに関してはね、舞さん何も悪くないんですよ。舞さん、あなたの方がちょっと考え方を改めろとか、そんなことを言うつもりは1ミリもないです。舞さん自身、期待に応えようとね、頑張ったのに、頑張ってない奴に愛情や注目をかっさらわれてしまってるという状況ですよね。でしかも、愛して欲しかったお母さんはずっと妹の方ばっかりを見ている。これ悔しくて当然だと思うんですね。ただ問題なのは、これ舞さんというよりも、舞さんのご両親が正直なところ未熟であり、育て方に偏りとか、その場しのぎであったりとかして、正しくない育て方を繰り返されてしまったということが実は問題なんですね。で、厳しい話になるって言ってることの中に一つ含まれてるのは、これお母さんのことを今でも大切に思っているのに、なんか最近になってちょっとおかしいなと感じ始めてきたということですけれども、これは実はお母さんが被害者のような立ち位置でいながらも、舞さんを含めご家族をコントロールしているということに関して気づく必要があるということなんですね。もうちょっと掘り下げると、こうすれば愛されるよという席を子供が2人いるのに1つしか椅子を用意しなかった状態なんですね。その状態のままで2人の姉妹を比較するように育ててしまい、つまりこの勝負に勝った舞さんは愛という栄冠を手にできると思っていたのに、逆にこうすれば愛されないぞという落後者に落ちてしまった妹さんがガーって暴れてしまったりとか、社会生活に対して不適合状態になってしまっているので、その状況を見てオロオロさせられてしまっている。つまり逆にコントロールできると思っていたお母さんがコントロールさせられてしまっている、こういう状況なんですね。でこのやり方にはしごを外された舞さんがもうどうしようもなく腹が立っているということです。もう何回も言いますけど、そもそもこの育て方に問題があると思ってます。これはまあ昔のね、特に男性社会とか田舎とかでもよくあった考え方なんですけれども、まあ例えば長子、一番上の子だけ優遇して、次男とか長女以下は冷たいとかね、そういうやり方ですよね。で、これ僕からすると、舞さんはもちろん気の毒なんですよ。でもこれ、妹さんも被害者に見えるんですよね。こういう二人に一席しかない椅子取りゲームをさせるような子育てに問題があるということを分かってほしいということです。で、これも大変申し訳ないんですけど、この状況は機能不全家族の状況と言わざるを得ないんですね。で、おそらく、まあ、この事例だけじゃなく他の事例とかを持っても愛の与え方とか評価の仕方とかがおそらく歪だったろうと思うんですね。でこういう場合どう考えるかということに関して、その前にね、こういうお悩みの方多いと思うんですね。なのでちょっと少しお知らせだけさせていただきます。舞さんのように育った環境がいびつな状態で、機能不全家族で育ったがために、ご自身やもしくはそれをそのまままた結婚してしまって子育てをしているうちに、その考え方をまた次世代に受け継いでしまうというね、アダルトチルドレン化の世代関連差みたいなものがどんどん続いているご家庭っていうのは結構少なくないんですね。でここまでご覧になったあなたも、もしかしたら生きづらい家庭環境の中でずっと我慢されてきたのかもしれないなと思っています。でもしもそうであるならば、ご自身が育った環境がどういう過程でどういう順序で抜け出していったらいいのかっていうヒントっていうのを私どもは持っていますので、これね、LINE で小冊子をプレゼントさせていただいてます。で、私ってアダルトチルドレンと思ったら読む本というね、全58ページの PDF ファイルになっていますので、これを、LINE 登録していただいたらダウンロードしていただけるようになっています。でこれを読むことで今ご自身がどういう状況かっていうのが分かりやすいと思うので、今回のご相談者の舞さんのようにどうしても愛を十分に受け取れたような気がしないとかね、例えば家族が引きこもってしまっただとか、家族の誰かが誰かの、例えばお母さんがお父さんのとかね、今回のようにお母さんが妹の悪口をずっと言ってきて、なんだかとても生きづらい状況になっていたとかいうことがあれば、ぜひね、一度 LINE 登録をしていただいて詳細を取り寄せてみてください。で方法は簡単です。まずは LINE 登録ですね。これは概要欄に LINE 登録の URL を貼ってありますので、それをタップしていただいて、そしてお友達になっていただいたら、
たった一言コメントでね、小冊子と送ってほしいんですよ。漢字3文字だけで小冊子と送っていただくと、 LINE 限定の小冊子であったりとか、でその他にも LINE 限定動画とかね、ご登録いただいた方のみにお送りする特典も数々用意していきますし、実際用意していますので、 YouTube だけではねちょっと話しきれないより具体的なアダルトチルドレン克服の手順とかも話しているので、今の間にぜひ登録しておいてください。お待たせしました。では本題に入ります。今回のね、マイさんの状況を見て私がどういうお話をすることになるか、それはこのようなずるいルールを仕掛けた親とは、マイさん自身がこの問題をはっきり分かって一回乗り越えて克服してしまうまでは近づかない方がいいっていうのが私の回答です。お母さんが愛される椅子が1個しかない状況を作り出して、長女をそこに無理やり座らせておいて、次女が暴れるまでその状況まで放置しておいて、その状況になってからおろおろし始めて、その愚痴をまたお姉ちゃんに言って、お姉ちゃんに何とかしてもらおうという、これ自分で問題を起こしておいたのに誰かに問題解決してもらおうというコミュニケーションの取り方なんですね。でこういうやり方をずっと続けようとする親御さんとは残念ながら離れる必要があるということです。でこれは永遠を意味してるわけではないんですけど、とりあえず一回離れる必要があるということですね。なぜ私が今回このようなことを言うか、これ状況によって違うんですよ。全く同じ状況でも状況によっては違う答えを言う場合もあるんですけど、今回私が舞さんに対してなぜこのようなことを言うかというと、舞さんはご家庭を持っておられるからですね。ご相談の一行目のところに海外在住の主婦ですというところからご相談が始まっているんですけども、すでに舞さんは新たなご家庭を持っておられて、まあ主婦ですとしか書いてないのでわからないけど、ひょっとしたら子育てもされているということの可能性もあるわけですよね。この舞さんの親御さんが敷いたレールみたいなものがあるとしたら、そのあり方が間違ってるということを十分に理解した上で、できれば舞さんご自身がアダルトチル、舞さんも残念ながらアダルトチルドレン化させられてしまっていると思います、ここをしっかり克服して今のご家庭で相手の期待に応える、もしくは社会の期待に応える、社会の中で優等生であるみたいな、正しいだけが愛の言い方ではなく、自分らしく振る舞っても愛されるし、2番手3番手であっても愛されるということを十分理解して、そして例えばご主人との関係性であったり、もしお子さんがおられるんだったらお子さんとの関係性で、そういうところが具現化できた上で、やっとあの家の愛の与え方はちょっとおかしかったんだなとしっかり理解できた上で、もう大丈夫ってなった上で、また改めてもうしょうがないわねって言って個別具体的な問題解決にまあ介入するのはありと思っていますけれども、今の状態だとまだまだ私は優等生で私の愛なのにみたいな感じで、なんか妹のことをこう、なんだろう、迷惑な存在みたいな感じで、なんかもういなければいいのにみたいな表情で見てしまう可能性があるんだったら、舞さんは近づかない方がいいということですね。これは実際、まあ、いわゆる心理的にということですよ。まあ、物理的にではないけれども、心的距離を離してくださいという、つまり、もっときつい言い方をすると、舞さんは親や実家を一旦心の中で捨ててくださいという話になるわけですね。で、この判断というのはとても苦しいものだと思います。ただ、舞さんにとって唯一救いなのは、今のあなたには新しい家庭があるはずだということなんですね。で、ここをまず安定化させて、もう大丈夫というところに持っていかない限り、無意識のうちに、こうやったら愛してあげるけど、もしくはこうしたら愛してもらえるけれど、言うこと聞かないなら愛してあげないとか愛してもらえないみたいな、そういうルールをどこかで引きずったままね、生き続けてしまう可能性、もしくは自分の大切なはずの新しい命にそのレールを敷いてしまう可能性があるということですね。正直なところ、できれば舞さん自身がしっかりカウンセリングを受けていただいて、愛の受け取り方、もしくは愛の与え方というのをご自身で身につけてほしいと思っています。こういうワークを地道に続けていけば、間違いなく人生っていうのは変わっていきますし、まあ妹さんの意味合いとかもだんだん分かってくると思います。あ、こういう役割をさせられて、妹は妹で他に、まあ、例えばお酒にだったりとか罵詈雑言を言うような逃げ方しかなかったんだなっていうことがはっきり分かった段階で、人生っていうのも新たにまた道が開けていくと思っています。まとめになります。今回は親の愛情の椅子取りゲームで勝ったはずなのに、ハズレをつかまされた気持ちに納得がいかないという舞さんからのねご相談をご紹介しました。で、舞さんの問題は一言で言うと愛着障害ということになります。
愛着障害は愛が受け取れないで育った方の状況ということであり、病気とかそういうことではないし、愛着障害というのはなんかそれで自分のことを著しく下げる表現ではないということは分かっておいていただきたいんですが、実はね、この愛着障害で苦しんでおられる方って非常に多いんですね。例えば彼氏やご主人とか、場合によったら子供に対してギャーってヒステリックになってしまったりとかね、もうなんかもう自分の中でも制御が効かないようになってわーみたいな行動をとってしまうとか、ものすごく落ち込んでしまうだとか、場合によったら自分のことを傷つける行動をとってしまったりとか、もしくは条件付きの愛なんて言われるんですけど、何々したら愛してくれるみたいな、そういう取引みたいなことを持ち出してしまったりとかね、愛してもらえなければ捨てられるみたいな、見捨てられ不安というような言い方もするんですけれども、これらのことをまとめて愛着障害の一種だと思っています。今回のご家庭には愛着障害になりやすい要素がたくさんあるということですね。これが普通だと思ってきた家庭の環境の中で、愛されるのは一人だけだよ、負けたら愛してあげないぞとか、お父さんみたいな言い方をしたら愛さないぞとか、妹みたいになったら嫌われるぞとか、愛してほしかったら老後の面倒も見てね、妹の面倒も見てねみたいな、こういう情報しか与えてもらえなかったとしたら、これも人生がとてもハードな状況になるということなんですね。舞さんはもちろん悪くないし、かといって実はね、舞さんの親御さんだけが悪いのではなく、 85% 以上のご家庭が大なり小なりですよ、こういうイメージってあるんですよね。やっぱり子供は親の面倒を見るべきだとか、親を奪捨て山のような扱いをするべきではないみたいな、なんかちょっとそういう考え方みたいなものもあったりするわけですよね。僕はそれが正しいとは思わないですけれども、ただ特に今回のご相談者の舞さんのご家庭の場合、妹さんが摂食障害とかアルコール依存状態になるほど問題が深刻化しているので、これはもう一刻も早い問題解決が必要です。本当のことを言うと、舞さんの妹さんにもカウンセリングは受けていただきたいし、もっと言うとお母さんがこのご家庭のあり方っていうのを見直していくことが大事なので、ただね、これ言っても言ってもお母さんやお父さんには問題がないって、問題があるのはこの子なのよって、いうふうになると思うので、まずはちょっと置いといて、舞さんご自身がこの問題を克服することが先ということですね。はい。だからこそ、冷たいようには聞こえるかもしれませんけれども、一旦この家と未来の誰が面倒に見るかという問題に関しても、一旦ここから離れることが大事です。ちょっと先送りの状態で大丈夫です。で、本当に深刻な状況になったら、最終的には例えば国の支援とかも受けられるはずなのでね、こういう問題に関してはご本人たちが、何らかの形に落ち着いて乗り越えることができるまでは関わらない方が大事です。それでもまだ舞さん自身ね、そんな状況であっても私はお母さんに愛されたかったのにって、お母さんに愛されるために、お父さんに認められるためだけに頑張ってきたのにっていう気持ちは拭えないと思いますけれども、まずはこういった愛着障害を克服されて、今までの怒りの感情とかがどこで起こってたのかとか、人生がどこで詰まっていたのかとか、そういうことが分かった上で改善をスピードアップさせていくということが大切だと思っています。今回のご相談者の舞さんのようにね、親のコントロールを受けてるけれど、すでに新しいご家庭を持ってるという方の場合はね、比較的親と物理的にも心理的にも離れるということがやりやすい環境だと思っています。だからそこから離れてほしいんですね。で、戻らないでほしい。まだ言いやすい状況にあるということですね。で、若干心配なのは、今回の妹さんのように生きづらさとかイライラなどの感情をね、生きづらさを与えた当の本人にしかぶつけられないということですよね。で、これ離れると言っても、だってその人の庇護下で生きてるし、その人とは顔を合わさなければならないし、これ離れることがどうしようもなく難しい状況なんですね。で、これ大変だと思っています。私はよくね、インスタや YouTube のライブとかでもね、心的距離と物理的距離をこういった状況では話してくださいって、あんまりこう詳しく説明しないんですが、今回この動画で詳しく説明させていただきました。それぐらい親が毒親でコントロールしてくるということに対してね、結構ねご相談って多いんですよね。で、家を出たいけれども出れれない状況でどうしたらいいんでしょうかみたいなご相談で本当に多いんですよね。とても回答が難しい問題です。で、ここから離れるためには、並々ならぬパワーと、そのパワーを一点に集中させていかないと、なかなか、なんていうかな、どこかに引っかかってつまずいてしまって、また引き戻されるみたいなことが多いわけですよね。今回のご相談者の舞さんは別として、この妹さんのようにですね、すでにもう自分の親に問題があるのは分かってるけれども、出るに出れないみたいな、妹さんのようなね、そういう状況にある方は、一点突破するためには、
は親がカウンセリングを受けることを許してくれるかどうかっていうことがちょっと一つのポイントになるかと思ってます。でもし許可してくれるならば、まあ、ここで2種類に分かれるんですけど、親が受けてくれるか子供に受けさせようとするのかということですね。で実はこれね、親が受けてくれたらものすごく解決で実は早まるんですね。でなぜなら、まあ、私吉野をはじめとする AC 克服カウンセリングのカウンセラー陣が親御さんに対してね、家を港にしませんか、居心地の良い、くつろげる、安心安全な、疲れて帰ってきた時の燃料補給基地みたいにしませんかっていうふうに、もうむっちゃ説得するわけですよね。それで、そうなんですかって最初は軽減な感じなんだけども、少しずつ親御さんが変わっていくことで、子供の表情が変わってきたっていうふうなことが分かると、親御さんもね、あ、こういうことだったんですねって言って、スーッとね、それを繰り返されるようになる可能性が高まるので、実は本当は親御さんが受けるのがベストなんですが、まあ、実際のところ親御さんが受けてくださるという事例はね、あんま多くはないんですね。でそこでお子さんが受けることになるんですけれども、この場合はちょっと時間はかかりますが、いかにその愛の奪い合いをしていた家庭環境の流れに問題があったのかということをしっかり理解してもらった上で、そのカウンセリングを続けていくうちに、コントロールというものをバーンって強くね、もうガーって大暴れして跳ね返すというよりも、うまく受け流すようなやり方を少しずつ身につけていただくっていう感じで、時間をかけて克服していっていただいてます。たった一つしか認められる椅子を与えられなかった兄弟が、一方は勝者になり、一方は敗者にさせられて、その両方がアダルトチルドレン化させられているということなんですね。で両方が苦しい人生を背負わされる、こんな事例についてのお話でした。で最後にもう一回だけ言っておきたいのは、この親御さんの育て方は正しかったのか、そして勝者は勝てたのか、敗者は負けたのかということを、この動画をご覧の皆さんにも一緒に考えていただきたいと思っています。この動画をご覧になった方で似たような境遇だと感じた方は、まずはね、親御さんの教えをちょっと、本当にこれが正しかったのかということを疑って、どこに問題があったのかというのをね、心の中で考えてみたり、場合によっては書き出してみたりとかして、小さく何かしら新しい行動を始めてほしいと思っています。例えば、同じ悩みを持った人たちのいるコミュニティに参加してみるだとか、アダルトチルドレン克服の勉強会に参加してみるとか、そういったことをお勧めしたいと思っています。でこうやって新しい思考習慣とかを書き換えられた人から順番にアダルトチルドレン克服とか機能不全家族や毒親問題の解決っていうのが進んでいきます。で何度も言わせてください、あなたは何も悪くないんです。今回ご相談いただいた舞さんも含め、妹さんが悪いとも僕は思いたくないです。でも習慣を書き換えずに、この価値観のままでずっと人生を進めてしまうと、あなたの人生自体が望ましいものではないものになっていくと思っています。で今いる場所から変化するためには、一歩何かしら足を動かす必要があるんですね。で今回こうやってご相談のお便りいただいたことでも、一歩足を動かしたことにはなると思うんですけれども、さらなる一歩、次の一歩もご検討いただけたら嬉しいと思ってます。あなたが一歩前に進むためのトライ、私はいつまでもお待ちしております。今回の話は以上となります。このチャンネルでは、アダルトチルドレンの悩みや、機能不全家族に育ってしまったために間違った考え方の癖がどうしても抜けない方とか、今も毒親の問題とかを克服したいと考えている方のために、どういう考え方を持てば、アダルトチルドレン克服や、機能不全家族や、毒親問題の解消につながるかについてのヒントというのを語り続けていきます。次またね、いつお会いできるかわかりません。アダルトチルドレン克服とか、機能不全家族とか、毒親とかね、こういったキーワードが気になる方っていうのは、まずはチャンネル登録といいねボタンをぜひお願いしたいと思ってます。それと途中にも申し上げましたけども、ぜひ LINE 登録してくださいね。で小冊子とか特別動画ゲットしてください。ではまた次回お会いしましょう。今日はありがとうございました。